それでは続きまして飛脚を呼びたいと思います。8人目の飛脚、風魔の小太郎、来てください。この二人のビートを DJ セロに聞かせてください。それでは先行後攻を決めるじゃんけんをお願いいたします。グーじゃんけん、はい、こうでしょ、はい、こうでしょ。先攻、風魔の小太郎。わっわっ。後攻、キング、呂布カルマ。発祥節の3ターン勝負。Ready! Fight! わっわっわっ、前回のアドレナリン。負けた後自分で見返したって、シャットしたり。ちゃんと考えてきたぜ。でもお前に言うことは考えてね。俺いつだってフルで走行ガソリン満タンエンジン飛び出していくだけだってラップ上手いのに、いつもただただ喋ってるだけ変わり映えがない。あマジ面白くねえな、俺の方が味がある。今日こいつ俺に負けて走行恥かかす。変わり映えがねえ、誰のことかねえ。こういうビートの上ではいつも同じぴょんぴょんした乗り方、中身がねえから前回何言ってたか覚えちゃねえ。誰も上がらねえ、ただ乗り方で上がってるだけ。それならばフォアガディレルバンギル読んでぬかしまってかってフォアリーディオーバーガンになったフォアクチッシャラルワネバネカデヨレレディスファンギルエメキンデショットマガデメドクル、こういうのだっていいでしょそれならって話だろまだフォアガ。え待て、俺に何も覚えてないって言って、自分が言葉中身何も吐いてないってマジでかって、マジ面白くないって。俺全部出たバトルは9割以上ベストバウト、全員俺のバース覚えてんだろ、大丈夫かよ。は俺がしっかりぶちかましに来た、ただただバトルが強いだけならばそこら中にいるラッパーと一緒じゃねえか。それだけじゃつまんねえんだよ、音楽ちゃんとしてくれよ。ラップ前のさっきので証明してくれただろ、次もかませ。俺がバトルだけのやつと思ってるならお前耳の穴の掃除ちゃんとした方がいいぜ間違いなく。俺は音源バトルライブ全部やってる MC の最高峰、皆が憧れるだからキングだろここに立ってる。ビートの上でピョコピョコ跳ねてる風魔の小太郎、踏んだらどうなるだろうって考えてる。俺は神聖のサディスト、俺の殺すリスト一番下の方から3番目ぐらいにお前の名前がある、ぶっ殺してやるぜ。俺はハイスクールダンジョンで一回もラスボス出れなかったから、今日こいつキング殺しに来て最強のアンダー22、yeah? わかるかよ、バトルが強いだけじゃ意味ねえって言っただけ、あんたのことはちゃんと認めてるし曲も聴いてるよ。でもまだ足りねえから言ってんだよ、強いだけで稼げる日本でよかったな。俺はただただ噂をお前らに伝えに来た、言葉の中身は関係ねえんだよ。ここフリースタイルだろ、即興ならば全員の耳と首の出しまくりまくし。よよ適当に言ったのにお前に言ってねえとかって話かよ、ステージの上で噂の真相を話してマジクソかよ。俺は真相真理、お前らが思ってることの頭の中を分かりやすく提示するぜ、これがラップだろ。どっかのラスボスみたいに誰も持っちゃくれねえから俺は己だ、自分で立ってくるよ。お前高校生ラップ選手権、何誰の相手でラスボスを勝ち去ったとしてここに上がったの自体が間違いだぜ。終了。それでは判定に行きたいと思います。飛脚、風魔の小太郎、おうおう、キング、呂布カルマ、もう一回だけ聞きましょう。飛脚、風魔の小太郎、キング、呂布カルマ、勝者、キング、呂布カルマ、惜しい。今日はちょっと勝てると思ったんですけどね、さすがっす、ラップうまいっす、ありがとうございます。いや、風魔の小太郎にもいらっしゃい。